ビバース。ありがとうございました。PR カードもらえたね。キョコムね。でも店員さんに合言葉を言うのがちょっと恥ずかしかったな。ケイ、よかったよ。ユキちゃんも素敵だった。みやこさんも来られればよかったのにね。今日はどうしてもやらなくちゃいけないことがあって。何の用事だったんだろう。ちょっと見てていい？うん。やっぱりこっちかな。そうだね。食べ終わった後デッキホルダーにできそうね。お客様、こちら12個入りもございます。ストレージボックス、いっぱい買ったね。なかなか食べ応えがありそう。え、一人で食べるの？せっかくだし配ろうよ。みやこさんとジュリちゃんとゆたかちゃんとさきちゃんと、それから、あ、ゆうちゃんたちにも送ろう。ゆうちゃんには手作りのもあるんだけど。はい。え？私も同じの買ったよ。知ってる。じゃあ交換ね。リバース 4U からお知らせです。ブースターパック東方プロジェクトがついに6月19日に発売。カードイラストはなんと全てリバースのための書き下ろし。スペシャルカードには各キャラのセリフなどが白押しでかっこよくデザインされています。ぜひ手に取ってみてくださいね。もいよー、お疲れー。え、あ、お疲れ。それ何してんの？今日となってる虫編みか。虫編み、なんで虫編み？わかった、これあれでしょ、あの島でさ、こう釣りしたりさ、あの虫捕まえたりするやつね。これ住民と触れ合ったりするゲーム今流行ってるもんね。っていうかもうクグミ全員やってるしね。今となっては全員やってるからね。もよよん実生活にも影響されてんの。もう全然話聞いてくれないじゃん。もよよんすっげー虫探してる。ここにはさ、ちょっと虫いないんだよ。いなくない？見えてんのかな？虫いないのよここ。もよよん虫いない。もよよん、もよよん虫いないよここ。もよよん、もよよん、もよよん。ちょちょちょ、私は虫じゃねえ。虫じゃない。まあ捕まえたとしても結構レア感出てると思う。100万円になります。まあいいや、今日も番組始まるよ。はい、君が
4日発売。 B4DJ 全6ユニットが参戦するセカンドアルバムが早くも登場。 B4DJ セカンドアルバムコズミックコースター、6月24日発売。ガルパピコが大盛りになるんだって。大盛りってなんだ。大盛りは大盛りだよ。だから大盛りってなんなんだよ。バンダリガルパピコ大盛り、バンダリチャンネルにて配信開始。月刊ブシロード TV with スターライト&ヴァンガード、少女歌劇レビュースターライトにまつわるゲストをお呼びするこのコーナー、本日のゲストは佐伯伊織さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして林明館女学校演劇同好会田中優子役の佐伯伊織と申します。よろしくお願いします。はい、ようこそお願いします。お願いします。お久しぶり、ね、ですね。3度目ですかね。はい、そうですね。クリスマスぶり、あ、ね、それぶりか、はい、はい、ということで今週ももよよんはのどケアに専念してもらうということで、私が一人でですね MC を頑張るのでお願いいたします。ではですね、まずはこの番組恒例のあれから決めていきたいと思うんですけども、これ自分で振るのがちょっとねあれなんですよ、まあ、あだ名なんですけど恒例のね出ましたね。まあ、ここで今回はですね、そうですね、やはり私はねやっぱねゆゆこの子が大好きなんですよ。日本人はやっぱ子が大事、はい、あの子がやっぱ可愛いなということで、はい、思いました。お、これは、うん、駅っ子で、え、駅っ子駅っ子駅って佐伯の駅ですか。前だからオリッチとかちょっとオリッコが可愛いなと思ったんですけど、うん、もうオリ使っちゃってるし、この間イユコで、はい、ちょっと結構そのやはりこの使ってるんですよ、イオリ系は、うん、なので佐伯の駅から取りました。なるほど、今回は苗字から、苗字から来ました。だいぶパッと分かりづらい感じで来ましたね。本当は佐伯もあったんですよ候補に、だけどここはもう駅っ子で、駅っ子で、駅っ子で今日は行きたいと思います。はい、今日もよよいないから本当忘れがちになるんで大変大変、私が思い出していきます。はい、駅っ子で行きたいと思いますよ。はい、お願いします、はい、ではそしてそんなですね、うん、駅っ子演じる田中ゆゆ子が6月5日にお誕生日を迎えました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。本当にありがたいですね、2回目の誕生日を迎えたということで、すごい、ね、ありがたいでございます、ね、でも改めてゆゆ子を演じていていかがですか。うん、いや本当になんかその今までは結構、うん、あのいつも眠かったりとか、うんうん、割とその努力を人に見せることが嫌いで、割とこうなんか練習とかもこう疲れちゃって、うん、確かに、あ、休むっていう子だったけれども、なんだろう、そのメインストーリーの林明館女学校のメインストーリーで、うん、あのゆゆ子があの玉尾先輩にこうやる気を見せる、こう自分のなんだろう気持ちをこう表明するシーンがあって、うん、本当はこう芯のしっかりとしたあのいい子なんだよっていうのを、ね、でも新たな、ね、一面というか、はい、結構このボーっとじゃないけど、うん、やっぱりこうおーっていうイメージがやっぱ強かったものの、はい、そのストーリーを、あ、こういう一面があるんだみたいなものは、実は本当に真面目で、ね、よく考えてる子だったっていうのはね、はい、改めてそのゆゆ子の魅力はどんなところですか。ギャップじゃないでしょうか。いや、確かに、ね、はい、やっぱり普段はポワポワしてるけど、うん、やっぱやるときはしっかりやるっていうこのメリハリのつけ方が上手な子だなというのがね、魅力だと思います、はい、そして癒し系だよね。でちょっとセクシーも入ってたりするのあれっていうところもやっぱりイラストによっては見えてきたりとか、はい、うんうん、あとはちょっとやっぱ落語ポイントだよね。あ、やっぱりそうですよね、林明館女学校はね、あの日本古来のね伝統芸能を大事にする学校なので、だからその落語が来るっていうのもやっぱりゆゆ子ならではっていうか、やっぱりそこすごい魅力が詰まってるなっていうのは、そうですね、なかなか舞台ってミュージカルとかって結構あの、うん、西洋の方だったりしますけど、そのそこをねあえて日本のこうしっかりした伝統芸能をね行くっていうのはすごいいいなと思います、はい、
うん、はい、ということでこの後はエキッチとエキッコです、エキッコです、いろいろ混ざってます、てオリジンと混ざりますね初代と混ざりますね、エキッコといろいろやっていきたいと思います。さあ始まりました、旬な情報をお届け、鉄伏せニュース。ここからは私西尾優香がお届けします。本日もニュースを読む前にウォーミングアップしていきたいと思うんですが、本日のチャレンジはこちらです。じゃん、あみだくじチャレンジです。こちらの用意してもらったあみだくじで当たりを引けたらクリアとなります。ということで完全に運ゲーです。4択、ちょっと当たりの波動を感じて引き当てたいと思います。まずはこちら、月刊武士ロード7月号が大好評発売中。今月号の月武士シリアルと PR カードはこちら、4コマスターライトほか連載漫画も大充実。武士ロード EC ショップや各通販サイトでも販売中、ぜひゲットしてくださいね。さらに自転車女子の魅力が詰まった大人気コミックス、ロングライダースの新装版5巻が大好評発売中。新装版は12ヶ月連続刊行中、電子書籍版も配信中なのでぜひそちらもチェックしてみてくださいね。さらにさらに、スタジオトリガー、制作 X フラッグが送る大人気映画プロメアの名言を詰め込んだ声に出して読みたいプロメア名言カルタが大好評発売中。劇中の名場面を余すところなく使用し、心に残るえりすぐりの名言を90種収録しました。X フラッグストアやアニメイト、ゲーマーズ、他オンラインショップにて販売中です。こちらも要チェックですよ。以上、旬な情報をお届け、月節ニュースでした。ではいきます。ちょっと私西尾なので数字にすると240なんですよ。なので2つ目でいきたいと思います。てってれって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 ん、ここです。開けます。てて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 てん、